仏壇のない家は犬小屋であるおとつい購入いただいた天草市のエッチサバから教えていただきました素晴らしいお言葉ありがとうございます 金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が天職ながた後期でございます2021年10月18日月曜日今ちょうど5時54分の朝動画でございますあのおとついですねお仏壇を購入いただいた天草市有明町の H 様からですねメールを昨日いただいたんですよで 実はッチ様御神地区なんですよねで今回あのお仏壇を購入いただきましたでそこの,あのお寺様檀家様になってらっしゃいますよねお寺様の副住職様から「お仏壇のない家は犬小屋だよ」って「いやお家を買う時には必ずお仏壇をお迎えしなさい」ってメールでいただきましたと昨日教えていただいたんですよ。はやっぱそうななんだなと まああのすいません、私は頭が悪いですからカンペを出しますけど「お仏壇のない家は犬小屋であると」と天草仏壇購入エッチ様より昨日メールをいただきました副住職様のお言葉だそうでございます新築にはお仏壇を求めなさいと。で 家の中心にお仏壇がきますそれがもう心の拠りどころ精神的な支柱中心になるそうでございます。でお仏壇というのは死ではなく生きていく我々の生を司るところなんだよってその精神的支柱がお仏壇なんだよとその,あのメールで書いてあったそうでございます。はあやっぱそうですよね。あの 決してまあ、確かに亡くなられた方をお,守りお祭りするですねご先祖様お父様お母様おじいちゃまおばあちゃまですねそれもお守りするんでございますただそれとはまた別に生きている我々がですね毎日元気にですね活力ある生活を暮らしていけるその精神的な支柱がお仏壇なんだなと。 改めてですねもう毎日こ,うしこの仕事やってるとですねだん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 そういうのを忘れてしまうんですよねもうほんと目から鱗が落ちる思いでございます天草市のエッチ様とても貴重なお話をありがとうございました心よりお礼を申し上げますはいではここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運は10心よりお祈り申し上げます